太田市由良町にあることぶき食堂さんに来ています。おしゃれな外観が素敵、大きな木が店前にあり緑あり、入り口のところも洒落てます。それでは中へ。店内はこのようなテーブル席です。2人掛けから6人掛けまで、卓上はシンプルです。メニューです。ランチリーズナブルですね。1000円超えるものはなし。そして写真見てもどれも美味しそう。お肉系も麺類もランチだけでないディナーもお得です。丼か餃子をつけてプラス300円は安い。ラーメンが500円って素晴らしいです。サラダも安いな。丼物やご飯系種類はすごいです。定食系もあるよ。どれを見てもリーズナブルだね。まず1000円超えるものはありません。1000円超えるのはボトルキープぐらいです。デザートも美味しそう。石焼きご飯セット880円、ドロロイン、わー美味しそう。これだけついて880円はいいね。唐揚げも2つついてきます。サラダはボリュームがあります。味がチャーハン風かオムライスで選べます。私はオムライス風。うまげ。味噌汁はナッパかな。白味噌好きです。それではいただきます。味付けは優しい感じです。ランチには欲しい味噌汁。サラダはだいぶ豪華です。キャベツの量がなかなかの量。それではいただきます。野菜不足解消できちゃうな。ごまどれなのも最高。ダイエット中のためサラダから。嘘です。唐揚げを見てみよう。カラッと衣です。それではいただきます。揚げたてだ。衣サクサク。下味はしっかりついてます。唐揚げの中はこんな感じ。サクサク衣がたまらない。そしてこちらは石焼きご飯です。温泉卵潰す瞬間が好き。上にはたくさんの水菜が乗っています。オムライス系だからご飯は赤めです。うまげ。それではいただきます。石焼きの容器が熱々でジュージュー音がすごい。うわー美味しい。優しい味ですが香ばしさがいいです。ベーコンの塩気も効いてる。ベーコンはそこに引いてあるのでこんな感じになります。それではベーコン。カリッカリで美味しい。混ぜてて気づきました。チーズが入ってます。チーズにベーコン合わないはずがない。チーズも合わせてガブリ。美味しい。やみつきになりそう。チキンソースカツ丼半ラーメン700円、ドロリン。これ700円、信じられない。チキンソースカツはソースがたっぷり。下にはキャベツが引いてあります。そしてこちらは半ラーメン。思っていたより多くてびっくりです。このお店の一番人気だそうです。スープはどうかな。さっぱりしてそう。麺はどうかな。黄色が強めの中太麺です。それではいただきます。あっさりしてます。麺はというと程よい茹で加減。さっぱりラーメンが揚げ物と一緒に合います。メンマもガブリで最高。こちらはチキンソース3つ乗っています。ご飯にはソース。そしてチキンの中はこんな感じでした。石焼きご飯ごちそうさまでした。半ラーメンセットごちそうさまでした。それでは振り返りです。どれもリーズナブルでランチ最高だけど、夜もリーズナブルです。店内は清潔感もあり、接客も気持ちがいい。とっても気持ちよく食事ができました。本日はごちそうさまでした。